ソニア・ラフエンテ・マルティネスは、スペイン出身の女性フィギュアスケート選手。2010年バンクーバーオリンピックスペイン代表、スペイン選手権優勝6回。ラフエンテは2005年以来スペイン女子シングル競技の第一人者である。スペイン選手権では、ジュニアクラスでの優勝を続けているが、この間に、女子シングルで、シニアクラスの競技者は延べ1名しかおらず。 ラフエンテよりも低いスコアしか記録していない。2009年からはシニアクラスに移行した。バンクーバーオリンピック最終予選となった2009年、ネーベルホルン坂月にスペインを代表して出場。最終予選対象の選手中5位に入り、スペインのオリンピック出場枠を勝ち取った。2010から2011シーズン、グランプリシリーズに出場。ゴールデンスピンで、 シニアの国際大会初優勝。欧州選手権は自己最高の7位に入った。2013から2014シーズン、ソチオリンピックの最終予選であるネーベルホルンハイでは26位で、出場枠獲得には至らなかった。その後コーチをブライアン・オーサーとトレーシー・ウィルソンに変更し、練習拠点をトロントに移した。ソーニャ・ラフエンテ・イントレイノ・ラコンブライアン・オーサー。 バンクーバーオリンピック最終予選国際スケート連盟主催ありがとうございます。